事態はどんどん深刻化している。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナンス専門チャンネルのレバナンス1本リーマンです。日本時間の2月2日の明け方、米国時間の2月1日に FOMC にてパウエルさんの発言及びステートメントともに非常に中立的な発言があったことから株価は交換しています。これは利下げがどこかで発生するという前提のもとで株価は上昇している状態です。このチャンネルで1月の中旬から言ってきた短期上昇はまだ継続しています。 がががそんんんな中投資家のの熱ぶりととは裏腹に消費者の需要がどんどん低下しているといいいるうデータが相次いでいますコロナショック以降消費者の需要が下落していますがこれは単純に下落しているのではなく今まで見たことのないペースで下落している状況です特に製造業がかなり悲惨な状態になっていますが製造業の市場だけではなくこれまで堅調だった唯一の希望の光労働市場も 崩壊の兆ししが出てきました今回はこの製造業の実態と労働市場の崩壊が今後どのように進んでいくのかについて最新データとともに分析し解説していきたいと思いますタイトルはこの US Factory Gauge Falls for Fewse Month to Robes Since May 2020というタイトルで米国の工場ゲージが5か月間下落し2020年5月以来の最低水準になったというタイトルです まあサブのところには ISM 指数が1月に47.4に下落予想をはるかに下回っているという状況で、受中生産指標ともに2020年半ばの水準まで低下してしまいましたという内容です。早速、記事の中に見ていきたいと思いますが、ここの部分ですね。 米国の製造不況が今、とんでもなく深刻化しているというのは、新規受注係数と工場生産量において、さらなる下落圧力が働いているという状況下ですというのがここの部分、そして供給管理研究所、ISM ですね、この ISM のゲージによると、1月に5ヶ月連続で低下して 47.、47.4まで下落しているということになっています。 2020年5月以来最も弱くエコノミストのブルームバーグ調査の中央値よりも低い状態に陥っていますちなみにこれ50以下になるとこれもコントラクション、まあ、リセッションの状況になっているという状況なんですけども昨日 ま、この ISM が発表されました。まあ、ここは、あの、トータルの数字しか出てないんですけども、トータルで言うと47.4と、これかなり注目されてたんだけども、えー、予想の48、ちょっと回復するかなと思ってたんですけども、まあ、47.4と、先月を下回ってしまったというような状況になってます。まあ、この ISM、トータルでの 名目 ISM ですけども、コントラクション、つまり製造,限界が製造業界が収縮していると、コントラクションしていると言われていますが、ただ、ただですよ、これは必ずしも悪い意味ではないということをまず最初に理解しておいてください。普通の投資家だったら、この ISM でも BMI でも何でもいいんですけど、50を上回って上昇傾向にあれば喜ぶかもしれませんが、極端な話、例えばじゃあ60を超えてたらどうでしょうか、このままどんどん上昇していくということは持続可能なのかどうかっていうのを考える必要があります。確かに 製造業が活発に活動しているんだなということで良いと捉えるかもしれませんが、これまでが過熱しすぎていたということを考えれば、今はどんどん景気を悪化させないといけないタイミングなんですね。ですので、50を下回って5ヶ月連続でコントラクションにはなっていましたが、今は全然これでいいんですね。えー、ここのの製造業、ちょっと後でで出すすかもしれないですけど、このマニフォークションピー PMI というのが ISM のこのデータで47.4、まあ、先月が48.4だったので、ほかはちょっと減少は、あ下落は、マイナス1%下落したんですけれども、えーとまあ、全部コントラクションですね、ほ,ほぼほぼコン,ストラコントラクションです。まあ、つまり経済が収縮していると。えー、上の2つはファースト、非常に早く収縮していると。で下の4つはまあゆっくりとコントラクションして、ディクリーズしていたり、コントラクションしているということで。 エンプロイメントは50.6で、これとインベントリーだけまあいい状態ではあるんだけれども、その他の指数はかなりまあ製造業苦しい状況になっているということになっています。サプライデリバリーに関しては供給網が少し改善しているので、若干は良くなっているものの、ここの部分はああいいと。ここはまあ前回からいいと言われているので、ほとんどのやつでも全てコントラクションですというようなことになっています。もう少し記事を読んでいきたいと思いますが、 The latest data, 最近のデータ、これ、水曜日に出たものですけれども、今日、昨日かな、水曜日に出た最新のデータでは、金利上昇、需要減退、それから経済の不確実性が工場の活動、つまり製造業の活動に重くのしかかっているということが書かれていますが、そもそも本当に金利の上昇が経済活動の足かせになっているんでしょうか、ここの部分をしっかり理解しないといけないんですね。 ま、そんな単純な話ではなくて、これ青が新規受注件数。ま、つまり経済活動ですね。ま、先ほど出ていた、この、ニューオーダーの部分。ここだけ今抜き出して出していますけれども、この新規受注件数が青で、赤が FF レート、つまり政策金利ですね。え、今日25ベースポイント上げられました政策金利です。で、赤の FF レート、つまり政策金利が上昇すれば、 青の新規受注が下落しているのか、ちょっと見ていきたいと思いますが、まず結論から言うと、えーまあ、金利上昇で常に経済活動が低下するっていうのはノーなんですね。えー、間違ってるんですあの。理屈上は確かにそうなりますが、必ずしもそうにはならないんですね。どういう時にノーになるのか、えー、場面に分けて考えてみましょう。例えば、賃金が経済成長に伴って上昇しているとき、これ、非常にいい状態ですよね。 ですので、こういうような好循環の時というのは、金利をある程度上げたとしても、経済成長が止まることはありません。なぜなら、何よりも重要なのは、金利でもなく、インフロでもなく、消費者が堅調なのかどうか、ここが一番重要なんですね。賃金は消費者の供給のエネルギーですので、 まあ、消費者の供給、エネルギーの一つとなります、ですので、消費者の燃料である賃金がいいときというのは、金利が多少上がったとしても消費が冷めることはないんです、冷却されることはないんです、つまり経済は停滞しないんですね、これを理解した上で、このグラフを読み解く必要がありますが、前半と後半でここ、分けてます。 まず、まあ、これを理解するために FRB が今やろうとしていることをしっかり理解しないといけないんですけども、何が起きているんでしょうかというところですね、これまでこのチャンネルでは、米国経済はデッドベースマネタリーシステムで動いてきたというふうに言ってきました、つまり借金がベースになって、このデッドベースマネタリーシステムですね、この借金がベースになって、経済を動かしてきたと、もう債務しかないんだというようなことを言ってきました。で えー、このお米国経済。 今、債務どれくらいになっているかというともうとんでもなく上昇していて31.5兆ドルですね、えー、まあ日本の国家予算が1兆ドルあるかないかぐらいなので、えー、31.5兆ドルの債務がこの勢いで上昇しているというのはかなり衝撃的な話ではあるんだけれども誰かの借金は誰かの資産になるんですねだからこのとんでもない借金で経済を動かしているということはこのチャンネルでも散々言ってきました政府だけじゃなくて民間ももちろん企業も大量の借金をすることで経済を回してきました これ債権も含みます、アメリカンドリームを成し遂げてきた人たちは、資産が別に最初からあったわけではないんですね、とんでもない借金を繰り返して、それを元手に博打を仕掛けて当たった人が成功してきたんですね、例えばトランプ大統領がいい例ですよね、膨大な借金をして、失敗したら自己破産して、ほとぼりが冷めたらもう一回借金して博打を仕掛ける、まあ、彼の場合は不動産投資というジャンルの博打でしたが、博打の種類は問わないまでも、アメリカ人が成功してきた理由のほとんどはこの債務なんです。 なんで、すね。で、じゃあ金利を上げるっていうことはどういうことか、この債務にかかる利子の絶対額が高くなるんですね、だから経済がストップするんです、先ほどのやつ見てみると、この赤いグラフ、赤い線が上昇するから、あまあ、金利が高くなる。まあ、金利高くなると、 いろんな人たちがもう借金できなくなる。借金でなんとか経済を回してきたアメリカ経済にストップがかかる。基本的にはそうなります。でも、ある程度借金が膨大になってくると、もうコントロール不可能になってくるんですね。えー、政策金利じゃあ、経済がコントロールできなくなっているのが今の状態なんです。この31.5兆ドル。政府もだし、民間もだし、債券もあれば債券の一つも。 最近もそうです。これ民間は入ってないですからね。これあの、あくまでも政府の債務だけですからね。とでここまで、えー、債務が膨張してくると何が起きるか調整が入るんですね。あれ、ちょっと待ってよと。この債務って持続可能な状態じゃないよなってことに市場が気づくんです。2000年の時は IT バブルの崩壊、2008年の時は不動産市場の崩壊でした。 パンパンになった債務というのは風船を割るのは金利かもしれないんですけども、米国経済のエンジンである借金、債務に対して金利上昇というブレーキをかけることで一気に崩壊するのは今の米国経済のあるあるなんですね。これに気づくタイミングは FRB が利下げをするタイミングなんです。なぜ えーまあ、つまり FRB が金利を下げに行くタイミングなんですけども、なぜならば、この時にはもう債務というのは風船はもう膨らみすぎているから、もう何をやっても遅いんです、これが新規受注件数というデータで起きている物語なんです。で、えー、ここをちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、1970年代の時は、金利を上げたときっていうのは、今申し上げたように、基本的に、えー、こう新規受注件数が一気に下がるんですね、ここもそうですね。金金利利をを上上げげたたららどっかでこう下がる金利を上げたら 新規受注件数が下がる。つまり、これ、景気が悪くなっているという状況なんですけど、ここ最近はそうじゃないんですね、と。もう、借金の額がどんどん膨大になってきているので、えー、借金の額が今、あこれですね。えー、これ、フェデラル、まあ、要は、米国の累積債務だけを出してますけども、ここがさっき言った31兆ドル。これ、ちょっとまだ最新データがアップロード、アップされてないですけども、休算の段階で30.9兆ドルでした。ですので、えー、クォーター3でいこう、で、今はもう2023年に入ってますので、それが今、最新、 データ31.5兆ドルになってるんですけど、もうこの時ってのは、ほとんど借金なかったんですね、1970年代で,で。だんだん借金して、今こういう風になってる、だから経済の,その状況っていうのはもう全く変わってないです、だから赤が下がったら青も下がるような傾向になるんです、つまり利下げをするタイミングで景気がどんどん悪化してきているというのが今の状況なんです、これが先ほど言った理屈になってますが、でこの新規受注件数という生ものは、 あの原油と非常に相関があるんですねこれちょっと見ていただきたいんですけども、これ、えっ、ー、と、青が新規受注件数、これ季節変動ももちろんさっきのデータもあるので、ノイズがかなりあるので、あの見えづらいと思うかもしれないですけれども、えー、赤が原油価格です。まあ、ここは WTI を出していますが、ウェストテキサスインターメディエイトの WTI を え、原油価格として出していますが、まあ、言いたいことは、原油価格が非常に相関があると、ここ最近は特にそういう傾向にありますよ、というようなことに、えー、ま、それだけ、え、石油の重要性が高まってきているということなんですけども、原油価格が下落すれば、新規受注件数も下落すると、ここもそうですよね。え、一気に下落すると、赤も下落する。で、青が上昇すると、赤も上昇する。で、ここなんかも思いっきりそうですよね。どっちかが、えー、ま、石油が暴落すると、 新規受注件数今は確かにこう、あ、ごめんなさい。えー、青があ、まあ下落してるのはあ、この石油価格が今下落しているからなんですけれども、逆に原油が上がれば、自中件数、つまり経済も上がるんですね。だから、石油の価格が、 下落してていいいるるから今の経済はなえているという状況でもそれって原油の価格が下落しているのはこれ何度も言ってますけど戦略的石油備蓄を放出しているからですよねっていうことなんだけど確かにそうですね。戦略的石油備蓄を 今急激に、これも7月の、去年の4月のデータでちょっと古いんですけども、ちょっとグラフとしてなかったのでこれ見せてますが、まあ、最新はね、もう3、えっ、ー、と、3億バレルぐらいを切ってます。一時期7億バレルあったんですけども、もう半分を切っているというような状況になってます。で、重要なのは、 1>, 1月、もうすでに放出止めてますよねというふうなことを前回の動画でも言いました、この SPR ていうのが戦略的石油備蓄です、12月末までは375と372というふうにちょっとずつ、これ3、3億7500、3億7200というふうにちょっとずつ減らしてきてました、こういうふうにどん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 減らしてたんですね、ただ1月見てください、1月6日、ここなんですね、1月から SPR ていうのが3億7100からほとんど変わってないですよね。 37158、37157、3715757 37というふうに全く変わってないんですよ、つまりもう石油を放出してないんで、戦略的石油備蓄も放出してないんですよ、これまでインフレの現況の一つであるエネルギー価格を下げるために戦略的石油備蓄を惜し,み惜しみなく放出してきたんですね、でもこの1月の量を見ててください、完全に止まってますよね、つまりこれまではエネルギー価格の下落とともにきちんと経済活動が悪化してきてくれたおかげで、インフレも収まってきたんですね。つまり、景気をどんどんん悪化させてきた たんだけども。 これからはこの戦略的石油備蓄の放出をするのかどうか、これからも放出するのか、それともこれをもう完全に止めるのかによって、このエネルギー価格が大きく変わってきます、これを万が一止める、このまま本当1月はもう止めました、2月以降も止めるんであれば、エネルギー価格が上昇するリスク、つまりインフレの再燃というリスクが出てくるんですね、先ほどの新規受注件数と原油価格のデータをもう一回見てみますと、 戦略的積備蓄を放出すると、そもそももう空になってきてるんで、これはこれでもうリスクなんですけど、かなり高いリスクですね。何よりも新規受注件数はもっと下を掘りに行くんです。さっきも言ったように、青が下落すれば赤も下落するんです。で、えーまあ、実際は赤が下落するから青が下落していくわけなんですけども、まあ、どっちでもいいです。えっ、ー、と、石油価格がどんどん下落していくに従って、 でこの青のの青経済活動いいうのはどんどんん下落していきますこれ新規受注件数なので経済がどんだけ活発なのかというのを表します。黒より上であればいいんだけどもここもずっとマイナスですよね。 でそれが、まあ、これからもインフレを抑えるために、えーまあ、石油価格が下落するのであればこの青も下落するつまり経済がもっと悪化していくというふうにもう今の時点でかなり最悪な数字なんですよ、ここまで悪化していたことってあまりないんですけど、まあ、それぐらい新規受注件数、今悪化しているのがさらに悪化していきますよと、まあ、先ほど、えー、47.5はまだいい方と言いましたけどもこれ45を切るようなことがあっ あるんであれば、この ISM ですね、ここあ。まあ、一時期、えっ、ー、と、まあ、これ、新規受注件数は42.5言ってますけども、ノミナルの、このトータルでの47.4が45を万が一切るようなことがあるんだとすると、これはもう完全に製造業、完全にアウトなんですよ。これからもうリストラとか倒産のリスクがどんどん出てくるというリスクには、まあ、つまり、上がってもリスク、戦略的リスクの放出するか、止めるのか、 それ次第でこの石油の価格が上がるのか下がるのか決まってくるんですけどもこれ、詰まるところこの石油価格が上がってもリスク下がってもリスクっていう、まあ、別のリスク。まあ もうどうなってもお先真っ暗なんですよっていうのが依然として続いている状況。ここはしっかりリスクとして踏まえておかないと危険なことになります。今市場は目先の金利のことだけに目が奪われて株が動いてしまっていますが足元はこういうようなデータを見るとどんどんぐら,ぐらつき始めている。ただこれはまだまだ実体経済に現れる、実体経済っていうのは株、えー 株価というよりかは決算とかですね。決算にはまだまだ全然現れていない状況。足元がどんどんぐらついているんだよというのがここの記事からわ、えー、かることです。でもう少し読んでいきたいと思いますが、えー、っともう少し ISM があ今ここですね。ISM のプライス。まあこれが先ほど言ったあここ。もうこれがもう。 プライスここですね、44.5に悪化してますよっていうのが、まあ、この状況で、あともう一つ書かれているのが、エンプロイメント、製造業の雇用、ここが若干の増加にはなっている、モデストインクリーズにはなっているんだけども、全体では19万人もの人が増えるというふうに言われて、まあ、これほとんどは、えー、製造業はもう全然増えないんですけど、サービスですね、ほとんどは。 19万人のうちのほとんどはサービスセクターの雇用が占めていることになります。でも一番欲しいのは製造業の雇用が欲しいんですね。全体のパイとしては労働人口の中でサービスよりも製造業の方が多いっていうことから、だから製造業で強くなって欲しいんだけども、ここが今非常に弱いんです。でも株価は短期目線で今は金利の一点張りなんですね。 あの、ここしか見てないから1月中旬から短期上昇が始まったと言ってるのはこの理由からです。短期買いはまだまだ継続していきますが、大きなトレンドとしては、まだ大きなリスクが存在しているというのが今の状況なんですね、えー。株価見ていきたいと思いますが、大きな下落がある中での今は短期上昇なんだというところはしっかり理解しておかないといけない。あの、ここのラインを越えてから一気に上昇しますって言った通り、まあ、ここをあの、普通に上昇していきましたねと。もう何の気なしに上昇してってるというような状況なんで だけども、えー、まあ、短期買いにはまだまだあるんだけれどもその中で大きなリスクが存在しているその大きなリスクの中には労働市場の亀裂もあるんですねなぜ今失業率がいいんだけどもこの後上昇するかについて今から解説していきますがその記事としてこれが出ていますこれもブルームバーグの記事なんですけども まあ、米国企業は悪天候、つまり決算が悪い中で ADP 雇用は悪化してきているというタイトルです。あの、来週雇用統計、来週、今週かなあの、雇用統計ありますけれども、えー、今日が2月2日ですので、えー、と、ここですね、えー、2月2日の、あ、今日か、ごめんなさい。ちょっと完全ノーマークでしたがあ、非農業部門雇用者数が出てきて、これなんで星がないんだろう。まあ、これと、 前週の新規失業保険申請件数ですね。これも出てきますと。ま、ここが19.5万人なんですけども、ま、これがどうなっていくのかというところですね。ま、ここ、日の義分も雇用者数が発表されて、あと時給も出てきますので、あ,あ、ごめんなさい。失礼しました。金曜日ですね。金曜日に日の義分も雇用者数のデータが出てくるのと、1月の失業率が、この金曜日の10時半に出てきますが、 あの、ADP 雇用統計っていうのは、この雇用統計の前夜祭のようなものだと思ってください。で、その前夜祭が、ああ、発表されたんですけど、これ予想17.8万人に対して10万6千人しか増えなかったんですね。増えてはいるけれども、その増え方が予想の半分でしたということを言っています。ちょっと記事に戻っていきますが、あもともと17万人の予想だったのに10万6千人と、これ、 もうね、ずっと右肩下がりなんですよね。2022年の、えっ、ー、と、マーチぐらいかなエイプリルか。4月ぐらいからずっと下落症が進んでいるというようなことで、少しずつ景気が悪化してきているという状況なんですけれども、製造業の雇用がさっき悪化していると言いましたが、全体的にもう景気がどんどん悪化して、商品サービスが売れなくなってきているので、やっと と、企業が採用の窓口を狭めてきたという状況なんですね。採用を狭めるということは、まだリストラをするほどではない。でも、中小が、これ、えっ、ー、と、下の方に書いてありますけれども、今この雇用を絞っている、採用を絞っているのは、えー、この50人以下の中小企業なんですね。こういうところがもう少しずつも限界を迎えに来ていると。採用を狭めているのは、こういう中小なんですね。で、 この中小が今採用を縮小するということは、これからリストラが必要になった時に、その企業、50人ぐらいしか運営してないので、それだけお金がないんですよ。ですので、企業自体の運営が危ぶまれてくるということになる。これ、つまりリストラと倒産が一気に増えてくる、どこかのタイミングで一気に増えてくることを意味しているんですね。しかしながらまだ失業率は上がっていない。なぜでしょうか コロナショック以降、やっと採用してお金をかけて、やっとトレーニングして OJT して一人前になってきた、それなのに、ここでこの投資した時間とお金を捨てるわけにはいかないんですよ。だから今ほとんんんどどどの企業はどんどん景気悪悪化化ししてて売上悪化してで材料高も 重ななっっっててて利益がどんどんんんん減いいるる状状況況その中でで何とか踏張す本当はもう首にしたいんですよ。首にしたいんだけども、先ほど言ったトレーニングの費用、お金、えー、時間、無駄にしてしまいたくない。だから、あまだリストラはしない。まだ踏ん張っている状況。でも、動画の前半でも申し上げたように、景気はどんどん悪化している。これがどこかで一気に爆発することになるんですね。えー、金利をすぐに下げないから、こういうことになるんですね。金利をすぐに下げないことから、 ここの悪化はまだままだだ続くことになりますが金利を下げたとしても結局、インフレが再燃してしまうので、金利を下げられないんだけども、金利をすぐに下げないことで、この景気の悪化っていうのは、まだまだ続くことになりますので、この労働市場の崩壊は100%来ると信じています。明日明後日とかではないんですが、近い将来必ず来ます。仕込むのはその下落した後だと思っています。まあ、これ、グラフを見れば一目瞭然なんですけども、青の新規受注件数が下落したくらいから、失業率が一気に上昇するんですね。ここ 一気に下落してから赤が上昇する青が下落してから赤が上昇するというような傾向になっている通り今とんでもなく新規受注件数悪化しているんだけれどもなんとか先ほど言った理由でリストラはまだしないでもどこかのタイミングで必ずと言っていいほど失業率というのはこう上がってくるんですね上がってますここは上がってるここも上がるですのでここもどこかのタイミングで上がってくる青が下落基調にあれば 下落していくタイミングで赤はどんどん上昇していくと失業率が上昇していくっていうことなんですけども 今、とんでもなく青が下落してきてますよね。あの、季節変動っていうのは、本当は一番下がったら、普通はこう戻るはずなんですけど、これもう戻れないですよ。ここでもうギザギザいってる状態なんですね。ということで、非常に今危険な状態。今、失業率が上がらないというのは、そういうような、あまあそれだけ踏ん張って踏ん張って、なんとか企業が頑張ってリストラしなければいけないエネルギーがどんどん蓄積しているから、どこかで一気にこれがドカンときます。これはもう半年前から2023年に来ると申し上げている通り、すごいのが来ます。だから マイケル・バリーのセルなんですね。もう売れという一言なんですね。株価と労働市場は非常に密接に動いています。えー なんで、えー、まあ、売るんでしょうかというところなんですけど、これ、青がジョブオープニング、まあ、求人倍率ですね。で、赤がナスダック100のログを取ってます。で、株価が上がれば気持ちよくなって、みんな消費し始めるんですよ。消費者が支出しまくるんですよ。だから、求人もしちゃうんですね。でも、これから FRB は何をしようとしてるんですかこの労働市場を破壊しに行こうとしてるんですよね。長期で見たときに、株価が本当にここから上昇トレンドに転換するんだったら、この株式市場。 失礼しましまたこの労働市場が本当に右肩上がりにならないといけないんですが、そうなったら何が起こりますか、労働市場が右肩上がりになったら、これは物価だけが下落して、労働市場が強かったら何が起きるのか、これ、もう一度、需要が上昇するんです、それはインフレの再燃につながるんですね。こののインフレの再燃は1970年代に起きましたが あまあ、この事態だけは FRB はこれだけはなんとか回避したいと思う、そのためだったら今の経済がどんだけ崩壊してもいいと思っている、なぜならばインフレの再燃というのは株価をもう必要以上に落とすことになるから、ですので今は非常に危険な状態、えー、本当にこれから買い時だと、まあこれはこのまあ、私ができるのはこういうような情報を与えるぐらいしかできないんですが、こういうような情報をベースにして、まあ、投資判断を下してい,ていただきたいなと思いますが、本当にこれからが買い時だと思うんであれば、それは買いだと。 いに行っていいと思いますただしっかり リスクを踏まえた上で買っていった方がいいと私は思っていますし、私個人は本日もしくはこれまで解説したリスクを考慮したときに短期では買いかもしれませんが、長期目線ではまだ追加購入はしないというのが現段階での状況です。というのが今回の内容となります。今回はあ、まあ、この ADP 雇用統計もそうでしたけれども、この ISM の製造業、まあ、どういう意味なのかというところを解説させていただきました。そしててこのの雇用統計今週金曜日出てきますので ライブやります。ここ非常に重要ですので25ベーシスポイントに本当に下げてよかったんだっけっていうところまだまだ雇用が強いんであればもっと崩壊させないといけないんじゃないですかっていうところがあー まあ、ロジックが出てくると思います。今回の動画がいいなと思った方は、高評価お願いします。ダメだなと思ったら低評価でお願いします。このチャンネルは、レバナスの買いタイミングを、まあ、私の買いタイミングを解説するチャンネルです。えー、まあ、テクニカルでいうと、ここが下がりますということで、第15回の動画を出してから15%を下落して、で、その後、まあ、こういうところでね、一気に上昇はしたんだけども、結局その後、あの、崩壊していくのでね、まあ、それで10月8日、15%下落した、 あとで、え、ま、買いましたシグナルを出して、そこから25%上昇。で、11月10日に売りシグナルを点灯してから、一気に崩壊していったと。まあ、この売りシグナルでデッドクロスしましたので、ゲームは終わりですと言ってから、まあ、ここを横横していって、もちろんここからあの上昇していくタイミングもあったんですけど結果、あとで、暴落していったということ。まあ、これ短期なので別にどうでもいいんですけども、私が本当に買いたいと思っているのは、この月足のマックリーのゴールデンクロスです。えー、月足のマックリーのゴールデンクロスというのは、暴落の後で、大底はもちろん、あの、つかめないですけども、 この大底の後で2ヶ月後に月きあいしまリーのゴールデンクロスが発生しましたリーマンショックも崩壊をしてた数ヶ月後この大底をつけた数ヶ月後で月きあいしまリーのゴールデンクロスが発生しました仮にここのつき足いしまリーのゴールデンクロスで100万円を入れたとするとどうなりますかというのがこのグラフです最終的に1億円になるんですね、まあ、ですので1000万円入れれば10億円になるんですが、まあ、ここまでは入れないようにしておきましょう、まあ、テクニカルはいろいろありますがあまあ 基本的にはファンダメンタルズの分析をした上でテクニカルを見ていかないといけないと個人的に思っています。このチャンネルメンバーシップもやってますテナ。チャンネルを応援していただける方はぜひ参加をお待ちしております。メンバーシップ限定動画もたまに出していますのでよろしくお願いいたします。それから資産形成につながる無料書籍も今,あ今だけ無料で配っています。話題のビーコミさんが出している本です。えー、DMM.com 証券最大20万円キャッシュバック。松井証券 FX、今なら50万円キャッシュバックということでこれから金利が大きく動いていくタイミングで ですので金利が動くということは FX があまあ,あいいんじゃないかということでここ置いてますのでもし興味がある方は FX 講座開いてみてください。それからマネックス証券、えーまあ、こうレバナスを買うならここということで毎日自動積み立て100円からできます。ここあのクリック していいただければわかると思いますがネット証券最大のポイント還元率なんですね1.1%ももらえますので、まあ、まだレバナス買ってないよとかこれから証券会社もう一つぐらい欲しいよという方はこういうところで解説していってみてはいかがでしょうかということで今回の動画は以上となりますそれではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょうご視聴ありがとうございました終わります